とりあえず一段落か。さて、一杯入れるか。あら、いらっしゃい、しのちゃん。あれ、元気ないじゃん。どうかした？もしかして振られた？いやいや、まさか本当に？どうしたのさ。実は、ちょっと前から気になってる人がいて、最近は仲良くしてくれてたから、思い切って聞いてみたんです。私のことどう思ってるんですかって。そしたら、しのちゃんは可愛いけど、妹みたいな感じだよって。ああ、妹かって思って、期待しちゃいけないと思いつつ、おとなしくしてたんですけど、どうしても我慢できなくて、ついつい連絡しちゃうんです。私って、都合がいい女ですよね。いやー、そんなことはないと思うけどな。何？その人どんな人なの？どんな人って言われると照れちゃう。二つ上の先輩で、背が高くて、スポーツが好きなのに、漫画とか映画にも付き合ってくれて、ノリもいいし、歌も上手いの。それから。わかったわかった。確かにいい人そうだね。それ気になっちゃうか。とにかくこれ食べて落ち着いてよ。スモアビスケット、これ大好きなんだ。この前の動画も見ましたよ。マシュマロ焦げちゃうやつ。おお、あれね、好評だよ。初めてマシュマロ焼いたんだけど、まさか焦げるとは思わないじゃん。焦ったわあれは笑ったよ。焦ってるの分かったもん。恥ずかしい。それはいいよ。それよりその先輩ね、別に喧嘩したとかそんなんじゃないんだったら、そのまま仲良くしてていいと思うよ。都合のいい悪いとかはとりあえず置いといてさ、何がきっかけで意識してくれるかはわからないしね。それでなくてもしのちゃん可愛いからさ、何もしなくても男の方から寄ってくるんじゃない？その中からこの人にだったら騙されてもいいなって思える人に会ったら、その時にいろいろ教えてあげるね。ありがとう、元気出た。でもやっぱり男の人ってわかんない。一度キスした相手を妹扱いでどうなるの？ちょっと待てー。まったく変な男に捕まんなきゃいいけど。ああ、ごめんごめん、なんでもないよ。こっちの話、おかわりは大丈夫？よしよし、あ、よかったらこれ食べてよ。うん。え、何見てんの？ああ、何何、気になっちゃう感じ？ゴリドールって言うんだけど、僕ね、ギガミックさんのゲームがすごく好きで、結構集めてるんだけど、その中の可愛いバージョンって言ったらあれだよな、ネズミバージョンがあるのね。面白いよ、それ。どういうゲームかっていうと、自分がいて、相手がいて、相手のゴールまで行くよっていう、将棋とかチェスとかね、そういうのを思い浮かべてもらって、対戦するような、そういう感じの、アブストラクトゲームって言うんだけどさ、脳内格闘技って言った方がいいの？中見てみる？どうぞ。中がね、盤が入ってて、ビールとね、駒があって、ゴールがあって、壁がある。プレイヤーの手番でできることは2つ。1つは、駒を動かすこと。縦と横。どっちかね。基本的には斜めにはいけない。もしくは、壁を立てる。壁は自分も相手も進むことができない。駒と駒がごっつんこしたときは、飛び越すことができるのね。で、それを駆使して相手の方へタッチダウンしたら勝ち。まあ、要はそんな感じのゲーム。なかなかに奥が深いんだよ。最短ルートに来たよっていうような感じで進んでるのに、あーそこ塞がれちゃったから遠回りするしかないなーって思ったり、相手が余裕なのに一個ひょいって置いて、あーやられたー、やってやったーっていうような、そんな感じになったりもするの。なんかワクワクするじゃない？で、
これもまたすげえなっていうのが、2人でプレイする場合、自分がプレイして相手のターンになって、また自分のターンになった時になんとなくわかるというか、まあ1手2手先を読むんだけどさ、わかるんだけど、4人でプレイした場合、一巡する間に誰が何してくるか全然わからないじゃない。だからおっと計算が狂ったぞっていうようなことがね多々ある。二人でやるのも楽しいし、その他大勢でやるのも楽しいかなと思う。でこれをやったものがあるんだよな、確か。あ、これこれこれ、こっちにあるんで興味があったら見てほしいな。でこのゲームいろんな種類があるんだよね。通常版、ネズミ、またね、あんまり大きい声では言えないんだけど、某100円ショップ、ここで似たようなものがあるらしい。いいのかな、これ。まあ、興味があればチェックしてみてください。そんな感じかな。詳しいことはカウンター横に置いておきますので、これも全部ね、後で見てくださいね。じゃあ、そんなところで、また来てください。Thank you.